はい、実績の館落ち葉シティに戻ってきました。じゃあね、最後の扉開けようか。いやー、よかった。いや、本当はね、ここでね、もうあとはもう時間のあるやつだけやってくれって言ったけどね、うん、ちゃんとね最後までね、開けれることがね、どうやらできそうです。うん、いやー、中途半端にね、また終わらなくてよかった。これで完全攻略してすっきり終われるわ。うん、開けましょう。回復大丈夫だね。セーブしよこう。うん、よし。あ、間違えた。うん、うん、うん、オッケー、よし。薬味だね。うん、薬味だね。なんかかっこよくない？ジュース。不思議なモンスターカチソレンジを最後まで遊んでくれてどうもありがとう。チート使ったよね。そうだよね。こんなゲームをここまでやる人がいるなんて僕は信じないぞ。まあ、せっかくここまで来たんだし戦っていきなよ。このゲーム最強の敵、神と神一回戦っただろう。だって一回どこだったっけな、お化けっていうか、豚の娘を助けたところで。いや、これが本当最後の戦いになるかな。うん、じゃあ本気で生かしていただこうか。今まで培ったね、このステモンテクニックをね、フルに生かして本気でボッコしちゃいます。ボコしてやります。はい、スーパーチャージ、アップテンション、催眠光線、あぶねえ。攻撃ガン上げ、眠れ、よし、眠ったんでアップテンション。一応次は防御上げます。うん、重火でいきます。ステッキフラッシュ打って今寝ている状況、ソーラーフラッシュ行こう。ソーラーフラッシュで重火でなんだけど、メダには攻撃してほしいから。あー、けど重ひでってなかったよな、あったっけ。メダが重ひで打つしかないな。重ひで打ちます。で違う違う、エターナルフォースはないないね。効かない効かない、多分。でウフフ下げる。で次ステキフラッシュで、こっから一気にね畳みかけますよ。強いビーム、そしてアップテンション、もう一回行こう。よっ、すげえ。いや、もう勝ち確でしょ、もう。うん、もう勝ち確だろ、これ。ステキフラッシュ打った。じゃあ、シンリーフウィングからの強いビーム。エターナルフォースブリザード。闇の氷雪に凍れ。かわすか、いいだろう。当たるまで撃ってやろう。うっ、光と闇が出てきた。ゼウスさんだ。あっち、ナメプはよそうか。ステキフラッシュ、強いビーム、ウフフ光線、なんか闇となんか光。まあこれでね、ステキフラッシュで全員、うん、全体をね下げる、ね、なおかつ状態異常にする。完璧だ。ほんとステキフラッシュチートだわ。で下げれないか、ウフフが効かないか。オッケーオッケー、もう全然問題ない、余裕余裕。ソーラーフラッシュ、強いビーム、うふふ効かないからな。熱々ボムいく、エッグボムいこうか。うん、不思議ボムでもよかったか。オッケー、とりあえず1匹、2匹、あとは神貴様の首を狩るだけだ。眠ってくれ神よ。デスボルト、ダークサンダー、エターナルフォースブリザード、当たらない。
え、ヒール、ゴッドヒール、ほほー、ステーキフラッシュ。いやけど結構あれだね、やっぱ体力多いね。どうする、得た方はダメだな、うん、絶対効かない、これは耐性ついてるわ。アップテンション、まだ死なないか。たかし攻撃移ろうか、そろそろ。うわー、 MP ないな。道具、ブドウゼリー、攻撃攻撃、 OK。 しゃあ OK、 おめでとう、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 おめでとう。ケニーって誰？おめでとう。ありがとう。あなたにありがとう。あなたにさようなら。そして全てのステモンにおめでとう。クリアした。これで完全制覇かな。とりあえずちょっとウーロン茶飲んでね、うん、まずはねウーロン茶飲んでね、そして自室にてね、うん、自室にてゆっくりしよう、テレビでも見ながらね、うん。